はい、どうも、右吉です。アイアムプレート監督です。エロの大先輩でございます。今ね、練習行ってきて、後で今オープニング撮ってるんですけど、時系列は逆になっちゃってるんですけど、キャンディージムへ今から行ってきます。レッツゴー。え、自分今日どうしたの？僕だけ膝怪我しちゃって見学ですね、今日。2年ぐらいで、木梨前十字って相当あれじゃない？早くない？鼻折れたり、肋骨折れたりもしてますけどね。当たり前じゃん。あと、中指も折れてるか。当たり前じゃん。いっぱい怪我してます。当たり前じゃん、そんなの。ステップしたら合間で、キュッとジャブ。これ、顎。どうやあれ？キャンディーマン、実力を。キャンディージム、通う。うわぁ、うわぁ。悪魔とかの当たり。キャンディージム、これ、みんな入会したくなりますよ、これ。すごい。なんかピンクでちょっとあなんじゃない？二人とも。確かに。ピンク、あ、おそろコーデみたいな感じ。ちょっと、ちょっとジャンプしてみれば。すっごっ。あ、見ちゃう、見ちゃう。スパーリングパートナーを今日。タイミング良すぎますか？タイミング大丈夫だろう。ちょっと痩せてるけど。してます。あの、今日のスパ。用意しない。イケメンも来て、美女も来て、爆乳も来ると、ね、子供も来る。子供も来る。すごい楽しいジムだ。それ張りすぎたもんね。水中さんだ。うん、それ大丈夫、こぼれない？こぼれるよね。たまにこぼれてるもん、なんか。うん、ちゃんと見てるよ、こぼれてるところ。すごいね。もはやこぼれ待ちですよね。こぼれ、ポロリ待ち。もはやこぼれ待ち。出てたよね。たまにチキブ出てた状態で、服の上からポチッと。大丈夫なのかなって思いながら。ごめんごめん、忘れた。ごめんごめん、練習したの忘れた。ごめんごめんごめん。向こう側行ってた。ごめんごめんごめん。なんか全然、あ、カメラ1台しかないからさ。どうでした、ガード？ああ、よかったよ。よかったよかった。うん。あ、よかったよかった。うん、よかったよかった。まあ、いいよ、お前だって自信でんじゃん、もう。僕の自信じゃなくて。あちらの自信。あちらの自信。あんな出たらもうあれだな。バンだから。下で出た。はい、いいよ。すごい。うねってる。うねってたよ、あの。流体力学ってわかる？すごいな。力が伝わって、こっちを右側から突き流れていく感じの。さっきバッと見たら、血がこっち寄ってたから。なりえるよ。見たことない。血がここに寄ってんだぞ、こうやって。こうやってわかるじゃん。ポジが悪いとか。父ポジがあるんですね。父ポジを初めて見た。これもう目つぶってたらエグいっすね。めちゃめちゃノリいいじゃないですか。もはやただの AV です。ありがとうございます、本当に。ごちそうさまです。ごちそうさまです。あー、なるほどね。キャンディジムいいな。キャンディジムいいっすね。入会した方がいいっすね、これ。キャンディジム通った方がいい。入会の入学。入会の入学。キャンディジムめっちゃ楽しいっすね。うん。ぜひ入会してください。入会しようよ、これ。何してたの？でもめちゃくちゃいいガードの練習してた。あ、ガードの練習してたんだ。取ってました。取ってた。うん。いい声。結構下部分も、結構ブロックとかも。いい声出てたよ。パーリング。いい声出てた。今日はどうもいらっしゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。何してんの？今日はもう最高でしたね。あの格闘技を一応建前で、うん、キャンディジムはセクシーな女性がいるっていう噂が聞いたことあったんで、今日はもう両方ね、両方楽しめます。格闘技もセクシーになって。何チャンネル？僕は一応右チャンネルっていうの。
じゃあ俺が今度左打ちになるんで。左打ち強すぎるんですよ。左が俺が守るんだけど。また次ロケでも行こうよ。そうです、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。大輔さんの大チャンネルね。あざます。おかずにしてください。そんなチャンネルでしたっけ。おかずになるチャンネルです。まずこちらがですね、これ、何これ、ダブピストン。見覚えある箱かと思ったら、うん、初めて見る、ルイ・ヴィトンかと見切れた。このしっかりとラブピストンさんは、ラブピストンめちゃめちゃしっかりすげえ保管袋も、すげえでも可愛いですよね。よく見ると思うか、ほら、あー、なるほど、うん、人のこれがね、ただこれオメコ、オメックス、デンマです、デンマ、オメガ、オメガみたいな感じの、オメックス、あ、ロレックスみたいな、じゃあオメックス、オメックス、あ、オメックス関係ないです、オメックス、オメックス、オメックスの色です。もうこう小さくなってくる、あ、まあちょっとこれちっちゃ、ちっちゃい、こうしてか、お前こうし、お前ちょっとこれ着るか、 S なし、これ着とるやつだ、翔さんが多い子、翔さんお父さんにこれ着ていいか許可だけ取ってくれる。はいはいはい、レンジがいいな、許可だけ取って、お、いいよ、じゃん、いいじゃん、ちょうどいいじゃん、デザイン自体はかっこいいです、デザイン自体は普通にかっこいい